こんにちは。こちら今日は愛のスコールマンゴー。これだ。YouTube のコメントかなんかでいただいたような気がするんですよね。マンゴースコール美味しいですよみたいな。まあ、その一言を信じて買ってみました。はい。果汁 1% 乳酸飲料 500ml ですね。はい。乳酸炭酸は、まあ、個人的にはまあ外れなしという気がしてます。この、まあ、微炭酸っぽくなるしね、あの喉越しもいいし美味しいんじゃないですかね。デイリーアイヌスコール、はい、ではいただきます。あーすごく、まあいわゆるマンゴーかなりしっかりとした香りが、鳥さんが鳴いてます。いただきます。おうまい。これはいいですね。確かにあのおっしゃってたのが分かりますね。あの微炭酸で喉越しがいいけど、まあ炭酸なんでちょっとすいませんゲップが出ますね。飲みやすくてちょっと甘さがねかなり後で残る感じで、ちょっと、まあ、その辺のね甘さはもうちょっと控えめがいいと思うんですけど、まあ普通に飲みやすくて美味しい。マンゴー感がすごく味わえていいですね。あ、このね微炭酸のこのちょっとシュワシュワする感じが僕は好きですね。あ、最高、いいですね。これはねいいですよ。まあ、ちょっと味が甘すぎるのもあるけど、でもそれ以外はもう僕の炭酸飲料レベルではかなり高レベルな感じですね。しかもやっぱりこのマンゴーって書かれててマンゴー感がねしっかり味わえてっていうのが大事ですよね、うん、プレミアムマンゴー愛のスコール。うまい、おすすめです、はい、というわけで、コメントありがとうございました。あのまたね何かおすすめとかありましたコメントとかでいただければ、できる限り見かけたらね思うと思うので、よかったらねこんなのあったよみたいなのがあると嬉しいです。ごちそうさまでした。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。